セブンス・デイ・アドベンティスト横浜キリスト教会の藤田正隆です。今回のお話は神の恵みです。有名なテニスシューズが半額で売っていました。私は迷わずそれを買いました。ああ、良い買い物ができました。神様ありがとう。お店の方にも感謝いたします。そうお祈りして数日後、別のお店で同じ靴が売られていました。恐る恐る値段を見ますと、さらに安くなっていました。あの日の感謝はどこへやら。聖書にも似たような話があります。ぶどう園の例え話です。働く人たちが朝早く一日一デナリの約束をしてぶどう園に送られます。一デナリとは、当時その日一日過ごすにギリギリの賃金でした。朝一番でそれでも仕事がもらえたということは、今日一日は生きることができるということです。夕方になって一日の働きがあと1時間で終わろうとしたとき、ぶどう園の主人はさらに働き人を雇いました。収穫が遅れるとぶどうが腐ってしまうからです。1時間でも人を雇いたかったのでしょう。主人は優しい人で、1時間しか働かない人にも1日過ごせるだけの1デナリを支払いました。面白くないのが朝から働いていた人たちです。気持ちはわかります。1日働いたものと1時間しか働かなかったものと同じ賃金なのですから。そこで雇い主は言いました。あなたとの1デナリの約束は守りましたよ。それとも私が気前よくしているので妬ましく思うのですか。この例え話は神様の恵みをよく表しています。神様は私たちの行いによってお救いくださるわけではありません。恵みによって与えてくださいます。受ける資格のないものに与えられる救いです。ある人はそれを気前良すぎると思うかもしれません。しかしその人は実は気がついていないのです。自分が本当はその最後1時間の労働者であるということも。最後までメッセージをお聞きくださりありがとうございます。皆様の上には神様からの祝福が豊かにありますように。